石田隆氏は、大阪府平方市出身の元プロ野球選手、東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールアカデミー、ジュニア担当コーチ、プロ野球解説者。クラーク記念国際高等学校仙台キャンパス女子、公式野球部の監督も務めている。小学校1年生時より、学童軟式野球、平方香織フェニックスで野球を始める。東海大学付属行政。 高等学校公式野球部に入部。2年秋の大阪桐蔭高校戦では、中田翔から特大の本部打を浴びた。3年夏の全国高等学校野球選手権、大阪大会で大阪桐蔭高校と再び対戦すると、中田を5打数で1本の短打に抑えたが、チームの勝利にはつながらなかった。2007年の NPB 高校生ドラフト会議で、 東北楽天ゴールデンイーグルスから3巡目で指名。契約金4000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は53。2008年には、イースタンリーグ公式戦11試合に登板。2勝1敗、防御率5.09を記録した。2009年には、イースタンリーグ公式戦13試合に登板。4勝5敗1セーブに加えて、 一試合で完投したが、防御率は7.77と悪化した。2010年には、イースタンリーグ公式戦13試合に登板。しかし、2勝9敗と負け越した上に、防御率も8.04に達した。2011年には、イースタンリーグ6試合に登板。勝敗はつかず、防御率も9.53だった。入団以来一軍公式戦への登板機会がない、まま。 10月9日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。2012年4月から東北福祉大学社会福祉学部へ入学。2016年3月で卒業したことを機に楽天球団へ職員として復帰した。復帰後は球団が運営する楽天イーグルスベースボールアカデミーでジュニア部門のコーチを担当。プロ野球シーズン中には 楽天、FM 都北の楽天ホームゲーム中継で解説を、務めることもある。2018年4月5日の楽天主催試合では、J スポーツで、テレビ初解説を行った。2017年7月27日、楽天 OB による試合、滝風、イオンメディックプレゼンツ楽天イーグルスレジェンドマッチに、現役時代に一軍登板がなかったものの、レジェンドイーグルスのメンバーとして参加した。 試合では、投手として登板したほか、途中から本職ではなかった星の守備にもついた。楽天球団のアカデミーコーチを務めつつ、2019年には楽天球団がバックアップしている、クラーク記念国際高等学校仙台キャンパスの女子公式野球部の監督も兼任している。ありがとうございます。